たくさんご連絡いただきまして、ご心配かけて申し訳ございません。車椅子で移動してみなければ、わからなかったことだと思います。目が覚めたのは1時間半からすぐの時に目が覚めました。もう手術をすることはできなかったので。まあ、なんという気の使いようだと思って、本当に私、皆さんに感謝感謝と言って、ありがとうございますと言って、今国会でどんなことが話し合われていて、自分にどのぐらい関係あるのかっていうのを見れなければいけないんです。どのくらい物価が上がっていくのか明確に伝えていかなければならない。災害に耐えうる暮らし方っていうのは何なのか、直下型が来た時に果たして国民の皆様の命が守れるか、少子化をどうやって真剣に変えていくか、私は出産費用を無償化にしたいです。女性が一人でも子育てができる、そういう国にしたいです。皆さんこんにちは、石井美津子です。たくさんご連絡いただきまして、ご心配かけて申し訳ございません。私は右足のですね、股関節の骨頭をこう人工骨に入れ替える骨頭手術というのをいたしまして、8月の9日に手術して2週間以内で出てきたというね、もうドクターに怒られながら出てきちゃったんですけれども、治りも早くて大変、予後は順調です。ただ、多くの方にね、LINE とかメールとかいろいろとお問い合わせいただきまして、いやー、コロナがね、アフターコロナになっても、まだお見舞いというのはですね、大変、限られた人間、家族だけというようなところで、なかなかお見舞いに行きましょうかとか、お花、いかがですかなんて言ってくださってありがとうございます。元気ですのでですね、ただ、入院をして、もう、このなんて言いますか、病院の外科の現状というのをですね、2週間ぐらい見てまいりましたけども、最近の病棟の状態、とてもよく観察できて、いい経験になりました。私で8月の26日かな、もう青森県津軽まで行ってですね、講演会の皆様とお話をして、初めて車椅子で移動するという経験をいたしました。100センチの目線からっていうので、私は車椅子が100センチの大体の高さだということを言って、やっぱりそういった人たちの気持ちになって、これから国の政策を考えていかなければならないというようなことを、先の選挙で旗を掲げたんですが、実際に車椅子に乗ってみてですね、まず飛行機に車椅子という状態で乗るルールというものを知らなかった。それすら知らなかったんだというのが分かりましたですね。まず乗るとき、一番最初に乗り、降りるときは一番最後に降りるんですね。これが車椅子のルール。一気につき4人まで車椅子の方を、搭乗させることが、搭乗手続きを取ることができる。あと空港の中もですね、全部押してもらうわけです。誰かにね。そうすると、私もそうだったんですが、車椅子を通るとみんなこうなんか他のことやってると、あ、どうもすいませんってこう、避けてくださるんですよ。日本は。本当に優しい国だと思うんですが、それでも、多くの人が自分を見ている視線というのを、100センチになって座ってみて、ああ、上からみんな見ているんだっていうのを感じました。これも、車椅子で移動してみなければ、わからなかったことだと思います。街で見かけて杖をついている方がいると、今までとはまたちょっと違った気の使い方があるな、と。まあ、本当に、それが良かった体験になりました。入院している間に収穫も多かったと思います。ツイッターだとかですね、いろいろな方のメールや LINE でお便りいただいておりますが、Facebook などでもですね、文章にしてまとめて、またおいおいお伝えしていきたいと思っています。まず乗るとき、一番最初に乗り、降りるときは一番最後に降りるんですね。じゃあここから質問させていただきます。はい。秘書さんから質問。はい。でまず、体の容態についてですね。体の異変に気づいたきっかけは何ですか？そういうことね。やっぱ私、去年の、選挙の活動中から痛くなりまして、寝てても痛い。寝てんのになぜ痛いんだという、これが気がつきましたね。それと、鎮痛剤が効かない。なんでだっていう。この二つで、寝ているのに痛くて目が覚めるというのはどういうことなんですかということで精密検査を受けて、もうだいぶ軟骨が減っていて、
もう、トゲのような状態でこっちから骨が形成されてますっていうほど悪かった。これは痛いでしょうと言われたんですが、通常国会終わるまでは、もう手術をすることはできなかったので、だいぶ私は悪くなってから手術して、実際に上げてみたら相当悪かったですよって、痛かったでしょって外科医の人に言われて、痛さが2倍になったってことがありました。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、全身麻酔を手術でされたそうですが、全身麻酔の感想をお願いします。あ、全身麻酔は全く本人は 1,2,3 っていうぐらいで分かんなくなっちゃうので、そこへ行くまでですね。あれは血圧上がりますよね。まあ、個人差があると思いますけれども、手術室に入る、手術台に上がるっていうところで血圧上がるんじゃないかと思うんですけど、私Facebook に書こうと思うんですけど、麻酔院が私の知り合いだったってことで、お久しぶりです、ご無沙汰してます、それだ、それいいから、その挨拶っていうぐらい、みんなこう帽子かぶって覗き込んで、ご無沙汰してますなんて麻酔から言われたっていうハプニングもあって、多分麻酔がかかってから、シーさんって呼ばれるまでは全くわからないですから、手術室に行くまでの自分のコントロールだったり、周りの人との、精神的な安寧っていうのも必要だなとは思います。ちなみに、いつ頃から意識が戻りましたか？ですね、手術が1時間30分で終わりまして、意識が戻るのはどのくらいかな？それは麻酔の計算なんですけれども、私は ICU に入らないで済んで、自分のもう個室の部屋で目が覚める。はい。もうここに移動してます。でそこからもう、なんか足に血栓ができないような、エアーソックスみたいなのはめられてるし、でそれで、かなり麻酔が冷めてから私は血圧が高かったし、痙攣も起こして、寒かったりなんかしたんですが、そこからの方が、看護師が働く分野なんですね。外科医ってもそこまでですから、麻酔もそうですし。ですから、看護師の仕事っていうのは、やっぱり患者に寄り添うっていうのがどういうことかっていうのが、やっぱり、私は大変ありがたかったですね。電気毛布で温めてくださったりですね、手で温めてくれたりというような人がいて、それ女性だったってこともあって、いやー、来たれ女の政治の話を十分看護師さんたちとしてまいりましたけど、もう目が覚めたのは1時間半からすぐの時に目が覚めました。麻酔がかかってから、シーさんって呼ばれるまでは全くわからない。ここからちょっと話変わりまして、入院中に感じた医療現場の問題について、外科病棟にいましたので、骨折をされる方が多い。で、皆さんね、60過ぎたら、家の中で転ぶ。家で気が、こう、ふっと抜けた時に、あっと思ったら手を骨折する。あっと思ったら膝が外れるとかという股関節ってなった時に、認知症が軽度の方がいらっしゃると、ご家族がすごく困る。で、まあ、外科の中でもですね、手術はさっき言ったように麻酔をかけたらすぐ終わっちゃうんですが、終わった後、痛いわ。自分はどこにいるんだわ。何が起こったんだわっていうことで、大変、現場は大変です。で、その、看護師さんたちにも、メンターっていう人がついていて、彼ら、彼女たちが疲れないように、ルーティーンをしっかりやるというような感じで、現場が疲れないようにするということ。で、疲れることイコール手を抜くことになるんだと、休むことが大事なんだということでね、管理職、看護管理の人たち、現場が随分変わったなっていう感想を持ちました。こっちに喋んなきゃいけないです感想を持ちました。現場は働き方改革っていうのはですね、しっかりとルーティーンを組んで休息をして、カウンセラーの人も働いてましたね。持ち場持ち場で出てます。ね、ナースコールを押しっぱなしにしてしまうとかね、そういうことであると大変だなぁと思って、そういう感想を持ちました。大変ですねって声をかけると、うさかったでしょうか、申し訳ございませんって言うから、まあ、なんという気の使いようだと思って、本当に私皆さんに感謝感謝と言って、ありがとうございますと言って、大変ね、リハビリの人に怒られました。2週間で出ようなんていうの知りませんからねって言われたんですが、さっさと出てきてしまいました。私はこの股関節の人工骨頭置換手術というのをやったんですけれども、いろいろ学ぶところが多かった。で、やっぱりお辞めになる方が多いと嘆く現場ではありましたけれども、これから医療現場に向かう方もいらっしゃると思うんですね。人に感謝されている仕事をしているということは十分お分かりになって就職して
言っていただきたいと思うんですね。ありがとうと言ってもらえないと、さぞかしそう思われているだろうと思うんですが、十分感謝されている仕事でありますし、あなた方がいなければ、健康をこの手に取り戻して、また帰っていくことができないにありますし、だから会話をしてくださっているということは、大いに救いになっているということで、私からもありがとうと感謝の言葉を申し上げたいんですが、どうか皆さん、どうか日本の国のために役に立っていることを十分に私も伝えていきますので、皆さんも頑張って毎日お仕事に励んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私へのお悩みをこちらまで、どんなことでも結構ですからお送りください。待ってます。It's gonna be a good day. 昨日がどんな日でも It's gonna be a good day. 今日は新しい It's gonna be a good day. あなたがいくつでも It's gonna be a good day. まだ今日生きてる。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。都会チャコー。